こんにちは、こうです。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はですね、まあ、タイトル見てもらったら分かる通り、登録者様100人突破ということで、いつも本当にありがとうございます。いや本当にね、ありがたい話ですよね。本当この前50人突破したと思って、そこから自分が思ってるより早くちょっと100人に到達したかなというふうには思います。ただね、本当はね100人ぴったりのタイミングで上げたか動画上げたかったんですけど、登録者って増えるばっかりじゃないんだよね。やっぱりこの減ることももちろんあるんで、今日撮影してる時点で登録者が今104人だったと思うんですけど、まあ、104人までいったらまあ大丈夫かなと思って、時々2人とか3人とかね1回一気に減ることがあるんで、なんか100人のタイミングでこういう動画上げて、動画上げるとき97人とかだったらちょっと切ないなと思ってちょっと待ってたんですけど、いや本当ね、約動画投稿続けて1年ちょっとかな、ここまで来れたのもね、本当初期の頃から応援してくださってるね皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。なかなかね、正直ね、全然登録者数っていうのはね伸び悩むし、自分でやってみてね、 YouTube の世界って本当に厳しいなっていうのをね、本当日々実感してます、ね、よく YouTuber 楽そうな職業だとかね思ってる人いるかもしれないですけど、まあそういう人は一回やってみたらいいと思います。全然本当に何かねこう特別秀でたものっていうものがない僕みたいな一般人とかね、本当に全然難しいですね。本当にそれでもね、何本かねヒットする動画っていうのも出てきて、コメントをいただける動画っていうのも出てきてですね、まあなんとかここまで本当続けてこれました。まあ僕はね、あの専属の YouTuber じゃなくて普通にサラリーマンしながらこうやって YouTube の動画撮ってる人間なんであれなんですけど、まあ、ちょっとでもね早く YouTuber って言われる人たちの最初の目標って言ったらやっぱり1000人だと思うんですよ。で動画が収益化できるのも1000人からですよね。登録者数1000人と再生時間が4000時間だったかな、忘れたけど、まだ今ようやく100人超えた段階で何言ってんだお前みたいな感じなんですけど、まあね、そこまでね、まだ広告つけるかどうかとかそこら辺は分からないですし、一つのね YouTube の目指す目標としては非常にいい目標だと思うんで、まずはね早くそこまでいけるようにね、これからも頑張っていこうと思っております。なかなかね難しいでしょうけど、僕みたいな能力のない人間と食べ歩きとかっていうね、なんか特に面白いコメント言えるわけでもないし、ただやっぱりそういう僕だからこそね、実際自分の思うことだったりとか素直に感じたことっていうものをちゃんとね発信できたらいいなと。そしてねやっぱり僕もいろいろ食べ歩き系の動画とか見るんですけどね、やっぱりで他人が何を求めてるかなんていうのはなかなかわからないんで、少なくとも自分が欲しい情報っていうのは必ずね動画に載せるようにっていうことをねコンセプトにね今やってますんで、ちょっとでもね、皆さんの役に立つような動画をねこれからも作っていきたいなというふうに思ってますんで、今後ともよろしくお願いいたします。早く登録者っていうものをがね、増えていってね、やっぱり今の自分の中の気持ちとしては、今ここまで登録してくださってる100人の方っていう方にやっぱり恩返しはしていかなきゃいけないなというふうに思ってます。これは YouTube を始めて、別にそういう義務ではないし、そういう責任があるわけでもないけど、単純な自分の思いとしてね、やっぱり今のこの1年の間にこんな弱小チャンネルっていうんですか、多分ねおすすめに乗ったりとかっていうこともしてないでしょうから、ほとんどの場合やっぱり見つけてくれた方で、そこでわざわざチャンネル登録までしてくださってる方、そこからさらにコメントしてくださってる方って言ったら、やっぱり、ね、僕にとっては非常に重要な存在でっていうか本当に大切な存在です。やっぱりねそういう人たちに、あ自分の見る目は間違ってなかったなとかっていうふうに思ってもらいたいし、やっぱりねそういう人たちが子さんっていうんですか、そういうふうに言われるようにね、自分がやっぱり進化していかなきゃいけないなっていうのをやっぱ思うので、やっぱり僕もねそのチャンネル登録してる YouTuber さんとかが、例えば5000人ぐらいの時から登録してる YouTuber さんがさ50万人とか100万人になった時ってのはやっぱ嬉しかったんで、僕はやっぱねその今登録してくれてる100人にもね、約4人か、そういう人たちにもねそういう風に感じてもらえるように、これから僕自身が精進していかなきゃいけないなという風に思ってますんで、どうかこれからも応援よろしくお願いします。それではね、まあ、ちょっと今日は短いと思うんですけど、まあね、ある意味一つの区切りの動画ということで、こういうの出させていただきました。今後ともね頑張っていきますんで、今後とも変わらぬねご支援のほどよろしくお願いいたします。それではね、まあ、皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。